ちゃこんにちは、豊さん、はい、巨人が大きく何か変わりそうな予感がします。まあ、変えたよね監督変えた。まずはやっぱり監督が変わった。いや、変わったよ、変わったよ。それだけで大きな変わりだよ。二軍も方針が大きく変わりそうです。はい、桑田さんが二軍監督に決まりましたけれども、はい、もうすでに来年の春キャンプの改革案が提示されました。はい、寒いところじゃいい練習ができないということで、アーリーワークはもうしないというところがもう打ち出されましたね。はいはい、宮崎や沖縄で行う理由を寒いところじゃいい練習ができないからとした上で、暖かいところに行くのに朝6時半から寒い時にやる必要はないということで、朝はアーリーワークはしない。しないね。朝はウェイト。で、はい、暖かい時間にグラウンドで練習をしたいというところで、はい、できるだけ睡眠時間も確保したいというのがまず一つ目です。はい、皆さん、これに関してはどうでしょうか。まあ、悪くはないよね。まあ、監督の責任でチームは動いてるし、監督の方針でチームも動くから、まあ、桑田の考え、はい、まあ、それは別に結果が出ればいいのかなっていう感じはするよね。うんうん、まあ、これはまあ1軍との兼ね合いっていうふうにもおっしゃってるんですけども、うん、あくまで2軍ではアーリーワークは特にやりませんよっていうことですよね。まあ人が変われば物変わるでさ、はい、まあ、環境も変わるしな、はい、だからまあそういう意味では、まあ、アーリーワークは嫌だったんだろうね。なのでやっぱり午前中はその朝はその打つということとか技術じゃなくてウェイトの方をやっていきたいっていうことをおっしゃっている。うんうん、まあ、質を上げたいんだろうね。うん、ただやるだけじゃなくて、はい、ただ量をこなすとか、うん、そういうんじゃなくて量より質か。そうですね、量より質です、ね。はい、桑田は合理的だよね、すごくね。だと思います。うん、だからそういう気候条件とかいろんなことを考えながら、まあ、こういう時は何をすべきなのかとか、まあ、昼は少し温度が上がる、そしたらもう体も動くじゃないかっていうような、まあ、合理的だから、はい、だからまあそういう方針を打ち上げたんだと思うけどね。うん、それが結果として現れればさ、はい、それはそれでいいし、うん、これじゃダメだったら何かを変えていかなきゃいけない。まあ、もう本当に試行錯誤の日々だよ。うん、だアーリーワークが完全にダメだっていうんじゃなくて、アーリーワークをやった方がいい選手もいるかもわからないしね。うん、だからそれはもう監督の方針だから、はい、もうそれに従うしかないよね。うん、まあ、アーリーワーク好き？嫌いです。俺も朝苦手なんだよ。なんか寝てから体起きないからさ。そうなんです。睡眠時間の方を確保したいよね。まあまあな。はい、まあ、睡眠時間というのは俺は大切だと思うね。うん、そうですよ、ね。やっぱ成長過程にある選手っていうのは、やっぱ休息も大事だしね。うん、その寝てる間にこう回復していくという、うん、まあ、その循環でやっていくと体もできやすいしね。はい、それはいいことだよね。そうですよね。はい、まあ、一軍の方 の春のキャンプはどうなるかわからないですけれども、まあ、阿部監督に代わってもしかすると、まあ、同じようにアーリーが亡くなって今まで通りっていうふうなことになる可能性も去年とっていうふうになるんですかね。まあ、アーリーワークはさ、うん、どちらかというと強制ではないんだよね。やっぱ個人が足りないところ、そのグラウンドにいる時間を逆算して足りなくなるなと思った時にアーリーワーク朝からちょっと動いて、はい、体を作っておいて練習に入るとか、うん、まあ、そういうことだから、うん、一軍も多分やらないと思うよ。やっぱり新之助も同じようにやっぱしっかり休息は取れっていう、うん、多分タイプだと思うんだよね。桑田の、うん、二軍監督の方針に合わすんではなくて、まあ、新之助とも話してると思うんだよね、もう、はい、だからその上での、うん、多分発表だと思うんだよ。うん、やっぱ上と下とバラバラであればさ、やっぱチームじゃなくなるからね。うん、そうですね。だからまあそこら辺は足並みを揃えてやっていくのかなっていうふうには思うよね。うん、あと他にも頭脳を鍛える脳トレの導入を明言ということで、うんうん、これ2022年に一軍投手コーチーフコーチを務めた際にも行っていた。これは大事。やっぱりいろんなことを考えさせるっていうことは、うん、まあ、すごく大事だし、はい、やっぱり一番やっちゃいけないのはこれをやっとけば大丈夫っていう決定づけないことだよ。これをこう与えたらどうなるっていう疑問を持っていかないと発展性がないから、だから決定っていうことはもう発想がなくなるわけよ。考えることをしなくなります。しなくなる。だから大事なのはその脳トレの時に大事なのは疑問を投げかける、はい、そこでいろんな発想が生まれてくる。これが大事なことで、
達成していろんなことを考え出すと次に疑問がどんどん生まれてくるんだよ、うん、それを一つにしたら大きな力になるよね、はい、それとやっぱり今年岡田監督がやっぱ野球のことを説いていった。で意外と選手たちはそういうことを知らないという、はい、でそれで興味を持つ。だから脳トレでそういう、ね、知らないこともたくさんあるだろうから、やっぱ培ったものをどんどんこう与えていくと、はい、それが栄養になって花開きそうだよね。そうですね、うん、ちなみにあの練習後に行う30分程度の座学は、前回は変化球を投げる目的というのがテーマだったらしいんですよ。確かに、いやだから、まあ、例えば桑田が変化球を投げるためには、うん、意味はこうこうこうなんだよって決定づけちゃうとさ、うん、発想はないでしょ、はい、でもみんなで考えようとするじゃない、うん、それがやっぱ発想を生むから、うん、だから物事って決定しちゃダメなんだよ、はい、若手を育てるときにやっぱ発想がなくなっちゃうから、はい、だから発想を与えながら失敗してもいいからやってみるっていう、うん、一歩踏み出すっていうことの勇気、はい、まあ、そういうのを与えていくと、うん、まあ、いい選手に育っていきそうな気はするけどね。そうですよね、うん、で2軍のうちから若手がそういうふうに考えることによって1軍に行った時にそれが生きてくるっていうことですもんね、うん、やっぱり野球に興味を持たすっていうこと、はい、試合終わっていや髪型こうちょっと金髪にしようかなみたいな、うんうん、金髪禁止か巨人はそうですね2ブロックにしようかなみたいな、はい、そういうことを考えるよりも変化球、ああそうか俺どうやって今まで投げてたっけって、どういう意味合いで投げてたっけっていうのを少しでも考える、野球の考える時間が増えるとね、はい、やっぱりそういうところに没頭していけるとやっぱりいい選手が育つと思う。そうですよね、うん、なので頭で理解できていないとなかなか上達もしない、両方を理解できてやれるようにしていきたいというふうに構想を語ったそうです、まあそうね、今ねやっぱ今の若い子って頭いいよ、うん、本当にいろんな座学も知ってるし、投げかけに対して考える力っていうのは必ず持ってるし、はい、でそれに興味を持つとどん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 入っていくよ、うん、オタクみたいに、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ没頭する時間ができたりだとか、はい、無我夢中になる時間ができたりだとか、うん、まあ、そうなってくると締めたもんだよな。そうですよね、絶対そうやったら成長するから、うん、で成長も早いですしね、うん、だから悪いことでは全くないしね、うん、やっとぜひやってちょっと成果を見たいよね。ノートリアもそうですね、うん、さらに引き続きという意味では2軍の役割として供給、調整、育成の3つを掲げて、まあ、今シーズン土台作りを行ったファーム全体の育成指針ジャイアンツウェイを継続していく、うん、さらにスポーツ医科学を活用した練習法、うん、それからミーティング文化をさらに根付かせていくということなんですよね。非常にまあ理論的だったり、まあね、いろんな方面からのアプローチっていう、うん、技術とか体とか、はい、まあ、そういうものっていうのを持ち合わせてるんだよね、うん、出力もあるし、うん、だけど一番今こう足りないなと思ってることは精神面での強さなんだよ、うん、だからそこをどう鍛えていくのか、はい、いや厳しいことをやったから鍛えられるんではなくて、やっぱどういう考えを持てば強くなれるのかとか、うん、まあ、そういうこともやってほしいな、うん、だから科学的って非科学な部分もやっぱ必ずあるから、うん、はい、非科学の部分でどういうふうに鍛えていくのか、うん、ここもやってほしいよ。科学っていうのはもう決定されてることなんだよ、うん、答えが出てることなんだよ、こうやるとこうなるっていう、うん、でもそれじゃ発想は生まれない、うん、でも非科学的なものっていうのは見えない部分、うん、まあ、精神的な部分だとか、はい、そういうものをいかに鍛えるかっていうのがこれからのやっぱスポーツのテーマだと思う。野球界の、そうです、ね、若手のだからいわゆるその例えばサッカーであったりいろんなスポーツって今メンタルトレーナーなどを置いたりして専属の、うん、そういうふうにしながらメンタルのもう見えない部分での例えば鍛え方とかそういうのも重要になってくるっていうことですよね。まあそうだな、だからそのメンタルトレーニング、うん、トレーナーを置いたからって精神的には楽にはなるかもわからないけど、うん、強くなるっていうのか、はい、そういうのはちょっとわからないと思うんだよね。まあ例えば生活環境、メッシなんかはさすごく貧しい家庭に生まれてクラブチームが面倒見るから、うん、ヨーロッパに渡ってってものすごい苦労してるんだよね、うん、もうこの苦労が精神的に強くするっていうところもあるし、はい、でも今の 子供たちって恵まれて環境で育ってきてるじゃない、はい、だからそこら辺の部分、見えない非科学の部分をどう考えていくのか、うん、これが大事だと思う、ね、うん、それを2軍選手のうちから
きっちりと、いやそこも2軍でやって1軍で強い選手になって活躍できるっていうふうに思ってるし、圧倒するボールとかさ、圧倒するパワーがあってもやっぱ精神的に崩れる選手って多いんだよね。見えない部分まで桑田には期待したいなと思うよね。そうですよね、あの2軍の位置づけって、その2軍のファームで優勝するチームを作ることっていうよりかは、やっぱり1軍でいかに活躍できる選手を送り出せるかっていうことが非常に重要に、そうだ、なってくると思うので、で桑田ってね、精神的にものすごいやっぱ強かったと思うんだよ。で自分に置き換えて、自分はなぜ強くなったのかっていうことも紐解いて、やっぱ伝えてってほしいな。そうですね、で彼はいや厳しい練習があったからとか、そういうことではなくて、なんか物事をこう数学的に科学的になんかこう考える力があるから、まあ非科学の部分を科学の部分に変えて、こうやっていってほしいなっていうふうには思うけどね。そうですよね、あの一軍の投手コーチの時に、本当にあの投手がベンチに帰ってくることに声をかけてアドバイスしたりとか、ちょっとメンタル的なことも言ったりとか、すごくケアのできる方っていうイメージもあるので、2軍で、ね、いろんな選手をこう気遣いながら、目配りしながら、目配りしながらっていう、あそうだね、お手並み拝見だな、ね、え、どういう2軍の選手がこう1軍に、まあそうだな、ね、上がってくるのかっていう、はい、期待します。はい、楽しみです、はい。